よし、いやだ帰る。まああれだよね、はるかちゃんのキャラ的にこっちしかないよね。いやだ、私は帰る。いやだね、俺はあいつらと一緒に帰るぜ。お前には悪いけどな。そう、そうよね、わかったわ。あ、でもやっぱり寂しい。おお、いいんだ。はるかー、泣いてる。かわいい。はるかちゃん、大丈夫だったの？あー、なんとかな、心配かけたな。はるかのバカ、心配したんだから。泣くんじゃねえよ、俺は死なねえから。一体何があったの？この家の娘と少しだけ喋ってきた。ええー、さっきと同じ影の姿で、顔はわからなかったけどな。じゃあ、あのズンズン歩いてきた子が娘さんなんだね。どうだったの？寂しがってた。そういえばどうしたの、あの声なんだ。いや、気のせいかな、なんでもねえよ。なんか幼い頃会ってるみたいなこと。いや、でも出れないんだよな、家から。じゃあ探索を続けましょう。あの声、キャラクターボイスは誰なのかな。待って、鍵はゲットしてないから鍵くれない？何の変哲もないわけなくない？タンス目覚まし時計ないか。もうあれだね、その部屋で鍵が手に入る法則は完全に。あ、このぬぐるみ何か握ってるぞ。ほら、崩れ去ろうとしていると言った直後に。7、女が多い、自分も女。なんだろうな、わかんないな、謎だな。鍵、あ、OK、解除したと。おー、待って、ぴょんぴょんする。もう何が起きても驚かねえぞ。わーきゃー、怖い。お前がどんだけ怖がりなんだよ。この状況で怖がらない方がおかしいよ。せやな。本棚だ、もう無視しよう。一歩歩くごとにやつも進む、ローグライク RPG みたいな、トルネコの冒険みたいな感じになってるね。布団に入ったぞあいつ。寝たいのか。あ、薄汚れた大学ノートだ。赤く汚れているのは血だろうか。見えない。生きて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 、行きたい。うわぁ、何これ。死んでほしくなかったんだろう、きっと。お母さんの日記かな、これ。そうだね、生きてほしいと娘に。まだぴょんぴょん続ける気？もう一回読んでいい？うわぁ、もう一回見れた。もう一回見れたよ。なるほど、お母さんの日記ね、これ。ここら辺に、ないかの？まあで、一歩動くことにやつも動くからさ、ちょっと、カクつくんだけど。これはぴょんぴょんだけでいいのかな、この部屋は。まあ、とりあえず他にも変化が起きてるかもしれないんで。ぴょんぴょんが地味に、地味に来るな、これ。ちょっと待って、オッケー。ないね、ないね。じゃ帰ります。ぴょんぴょんしてろ、ぴょんぴょん。いなくなってるなぁ。で、あそこでは鍵ゲットできなかったんで、ちょ、1階に降りてみるか？多分1階に降りればイベント起きるよな、と思います。えい、見逃してなければ俺が。ダメか。ここはもう行った。怖かない。一応全部の部屋開くようになるのかな。最後まで開かない部屋みたいなのもあったりしたりするんだ。おっと、うー、トイレ行きたい。待っててやるから行ってこいよ。何時間この家にいたんだろうね。よく我慢できたな。でも一人じゃ怖い。ガキかお前は。便所くらい一人で行って怖い。はるかちゃん、それは無理でしょ。こんな塾だったら誰だって怖いよ。そうそう、ダメだダメだ、これも肝試しの一環なんだ。一人で行って怖い。なんではるかちゃんはこんな男前なの。あんたね、いい、分かったよ、一人で行ってくるよ。ちゃんとここで待っててよ。行ってらっしゃい。すごい強気だけど。よし、おお。トイレ行ってよしって言うんだ。なんだなんだ。おっと、やっぱり寂しい。ずっと友達。ひーはははこのポーズとこの顔、ずっと一緒に。うわー、いやーいやーあ、あ。ねえ、ダメなの？え？私たち友達になれないの？可能だ。不可能だ。言い方よ。じゃあまたバッと見ていい？可能だ。そんなに寂しいの？寂しい。友達になるだけならできるかもしれないけど。ずっと一緒に遊んでくれる？ずっと？
ずっと遊んでられる友達なんてどこにもいないでしょ。あ、でも寂しい。あ、だから行ってはダメ。ああ、行ってはダメっていうのはここから去ってはダメって意味なのか。分かったよママ。じゃあこれをあげる。鍵は夏希に鍵を差し出した。あ、え、あ、ありがとう。震えてる。鍵八を手に入れた。あ、一体何だったの。もう怖いんだが、やめてよ。おい、夏希大丈夫だったか。夏希、怖かったよ。中で悲鳴が聞こえて開け落としても開かないから心配してたのよ。一体何があったんだ。実はね、カクカクシカジカ、まるまるうまうまなのよ。なるほど、またあの鍵が出たんだな。これで8本目の鍵が手に入ったってことね。8本の鍵でなかなかかさばるぞい。よし、次の部屋に行くか。あ、その前にはるかちゃん。ん？え、何？何？夏希！何？さっきは意地悪いって悪かったな。ちゃんと謝れるいい子。え、あ、別に気にしてないよ。夏希ちゃんもいい子だ。そうかよ。じゃあ行こうか。か、すごい、あれだね。顔が豊かですね、すごい。あ、4コマ漫画追加。待ってました。表情豊かで見てて楽しいっすわ。4コマ漫画。トイレ。トイレに幽霊がいた。大丈夫だった？あれ、そういえば夏希トイレに行ってたんだよね。うん。この家、水出ないから手洗ってないよね。うっ！汚ねえな。ちゃんと流してあるから見てきてやろう。やめて。マジでかよ。見てきてやろうとか。なんかもうセクハラのおっさんみたいになってるな。はるかが。で、他どこだ。ここ、あ、オッケー。うわ、血がすごいよ。あそこで自殺したのかな。本棚だ。お母さんが。本棚。何も入ってない。何も入ってない。待って、あの木箱ここに入ってきてたのか。道を塞いだ木箱、ここにおったんかい自分。待って、これろうそくじゃね。あ、ねえねえ、なんか疲れてきちゃった。ちょっと休まない。何言ってんの、早く脱出する方法見つけなきゃ。でも確かにずっと歩きっぱなしだったもんね。そうだな、闇雲に歩き回っても出られるとは思えねえ。椅子もあるし、ここら辺で少し休憩しておくか。夏希も少し休んどけ、緊張しっぱなしだと疲れるぞ。うん。なるほどね。てか血がすげえわ。あー疲れたー。私たち、もしかしたらこのまま出られないのかな。そんな。おい、休憩時間にネガティブな話するなよ。明るい話をしろ。てかめっちゃ見てるんすけど、びっくりだよ。この状況でそりゃ無理でしょ。明るい話、明るい話。何も思いつかない。何か明るい話ある人いる？さっき食べたチョコレートが美味しかった。冬美は明るいというより能天気だな。はいはい、最近彼氏とデートした。クソ、またお前話の話かよ。え、あかりちゃん彼氏いるの？ダサくてかっこ悪くて頼りない男だけどな。ちょっとはるか、なんてこと言うのよ。いいよいいよ、羨ましがってるだけなんだから。のろけやがって。あんな男羨ましくなんかねえよ。あんなバカのどこがいいんだよ。でもあかりの彼氏は優しそうでいいと思うけどな。そうなのよ、彼とっても優しいんだ。すごい口だ。バカかったよね。男が女に優しいなんて当たり前なんだよ。世の中に優しいだけの男なんて吐いて捨てるほどいるだろうが。クソ、俺たちのあれを台無しにするんじゃない。唯一のアイデンティティをそこまで言う。まあまあまあ。夏希ちゃんとはるかちゃんは彼氏いないの？今はいない。今はってことはいたのか。いいね。私もいないんだ。でも二人とも可愛いからモテるでしょ。みんなモテそう。そうでもないよ。別に俺、恋愛とか興味ねえし。興味ないの？恋愛なんて何がいいんだよ。あんなの時間の無駄だろ。せやな。だから俺も、せやな。かわいそうなはるかちゃん。未だ恋愛の素晴らしさを知らないなんて。声はいいよ。あの人を思うだけで胸がときめくの。バカじゃねえのか？彼に抱きしめられると、もう幸せすぎて死んじゃいそうなのよ。いいな、ラブラブで。脳みそにウジが湧いてるんじゃねえのか。いいな、いいな。私も恋人欲しいな。私も。はい、現実逃避の休憩タイム終わり。
くだらない話してないで、とっとと脱出する方法を探すぞ。わんすか怖い状況忘れてたのに。カチャリ？え？今何か音がしたよね。間違いなく隣の部屋から聞こえたよね。よし、行ってみるか。開いたのか。あ、4コマ漫画追加。待ってました。見る。3回とも振ったけど。何？待って、お姉様って見たっけ？見てない。お姉様。はるかは恋愛に興味がない。恋愛なんて面倒だし、時間の無駄だろ。そんなことないのに。次。その上、口調や行動が男っぽい。黙って俺についてこい。さらに勉強も運動も得意なため、ちゃんと練習すれば何でもできるようになるだろう。普通万能型か。一部の女子に大人気。キャンお姉様、はるかお姉様、女子校なのかな。そうではないか。3回とも振ったけど、あかりは彼氏にベタ惚れしている。この前彼ったらね、あんな男のどこがいいんだよ。はるかちゃんってあかりちゃんの彼と仲悪いの？あかりの彼氏とはるかは幼稚園小中学校が一緒だったんだって。幼馴染ってやつ？あんな鼻水垂れの寝小便垂れに魅力なんてねえだろ。昔のことでしょ。今の彼素敵だもん。しかしあかりは知らない。こいつの彼氏って昔俺に3回も告白したんだよな。さすがにそれは言えねえよな。でね、彼がね。そうなのか。裏事情を知れた。面白いな、4コマ。いいな。キャラクターの、ね、ストーリーが掘り下げられてていいな。鍵は開いたからいいか。いや、ないか。よし。隣だよね。ちょっとセーブしたいわ。オッケー。この血は何なのさ。この赤黒いのって、まさか、血だな、間違いなく。きっとここで母親が自殺したのでしょうね。そう、ここで私は。お、え、介入してきたよ。あ、言ってはダメ。出たー。てめえが自殺した母親か。はるか、なんでいきなり喧嘩腰なのよ。あなたは、何？娘が生まれたのは雪の降る寒い夜だった。え？あの子の幸せだけを願って私はあの子を育てた。生まれつき体の弱い子だった。家で寝ていることしかできなくて、いつも羨ましそうに窓から学校を見下ろしていた。悲しい。いつも悲しそうに。何が言いてんだよ。生きて欲しかった。娘に生きていて欲しかった。同じ年頃の子たちと楽しい時間を過ごさせてあげたかった。だから私たちを閉じ込めたの？死んじまったんだからしょうがないだろ。はるか、そんな言い方ないじゃん。だってそうだろ。揺れてそういうところがムカつくんだよな。自分の都合で他人の人生を奪おうとしやがって。友達を作れずに死んじまったから、この世に来た奴らを閉じ込めて無理やり友達になろうってか。挙句の果てにずっと遊んでいようだと。この世は生きた人間のためにあるんだよ。どんなに恨めしいからって、てめえら死人が生きた人間の未来奪うんじゃねえよ。すごいな、強気だな、すごいな。ちゃんと自分を持ってますね、はるか。だからなんで喧嘩腰なのよ。あなたの言う通りよね。お、論破？あん？完璧やからじゃないですか。あん？娘はもう死んでしまったの。だからあなたたちと一緒にしてはいけないの。あなたたちを閉じ込めたのは娘よ。きっと同じ年くらいのあなたたちと遊びたかったんでしょうね。やっぱそうか。生きてたら同い年みたいな。でもそれはいけないこと。死人は生きた人たちと一緒にいてはダメなの。分かってんじゃねえか。どうしてあんたはそう上から目線だろ。生きている人間の方が偉いからに決まってんだろ。すごいな。あなたたちと一緒に遊べて娘も楽しかったと思うわ。帰らせてくれるんですか。え、今玄関が開くようにしたわ。何？帰っていいんですね。娘と遊んでくれてありがとう。きっと娘も消えた。ようやく帰れるのか。玄関が開くようにしたって言ってたけど、本当に開いてるのかな。行っていい？行っていいの？もう終わりかな、4コマ漫画は。よし、多分これで最後かな。短編ホラーらしいんで、おそらくこれでもういいんじゃないか。もう出ていい？解除した。もう全部の部屋回ったよね、多分。
よし、晴れて自由の身だけど、最後にどんでん返しがないこと。わあ。お、どうやらやっと帰れるらしいな。早く帰って、飯食って寝ようぜ。うわ、もう朝じゃないの。嘘やばい、親に超怒られる。何、あかりちゃんの家って親とそんなに難しいの？厳しいのだった。こいつの親、PTA 会長。超厳しいもんな。あれですね、ちゃんと4コマ読まない人にもちゃんと補足説明みたいなのがあって、丁寧ですね。でも、高校生で朝帰りしたら、厳しくない親だって怒るよね。確かに。急いで帰らなきゃ。はぁ、友達か。どうしたの、冬美。早く帰ろうよ。冬美のところは、親厳しくないの？あ？ねえ、私たちって友達？深いことを。どうしたの、突然。なんとなく。友達に決まってるでしょ。そんなの当たり前だろ。そうよ、突然どうしたの？どうしたの？うん、なんでもない。早く帰ろう。私もう恐怖の限界。待って。よかった、ちゃんと開いた。待って、冬美ちゃんがさ、幽霊だったとかじゃないよね。なんかね、姿似てるなと思ってたんですよね。冬美ちゃんとあの透明な幽霊。わあ、助かった。うわあ、ありがとう。さよなら。言ってはダメ。冬美、言ってはダメよ。うわあ、すぐ鳥肌立ってる今。うん、行かないよ。気は済んだろ？うん、ごめんなさい、ママ。しょうがないのよ。死んでしまったら、生きた人たちとは一緒にいられない。うん、もう消えなきゃね。うわー、めっちゃ鳥肌。なんかね、ちょっと似てると思ったんですよね、この透明なやつと。うわー。ね、冬美、楽しかった？うん、とっても楽しかった。そうか、あのチョコレートが3つってのがそうなのか。全員分持ってきたのにチョコレートが3つしかないってのは、もともと3人できたんだな。だからあれか、あかりちゃんが付き合ってることも知らなかったのか。そういうことか。うわー。ねえ、なんだよあかり、私たちってさ、3人だけだったっけ。え、何を言い出すんだよ。私たち3人で肝試しをしようってあの家に行ったじゃない。うわ、よくできたストーリーだな。そうだよね、忘れちゃってるんだね。そうよ、はるかが強引に誘うからこんな怖い思いをしたのよ。でもなんか、何か忘れてるような気がしない？そう？俺もなんかそんな気がする。もう一人誰かいた気がするんだけど。もう怖いこと言わないでよ。はるかはいつもそういうこと言って私を怖がらせるんだから。そんなつもりで言ったんじゃねえよ。おお、待って待って、今の何？何あのおじさん、こんな朝早くに。向こうには墓場しかねえのにな。お父さんか。もしかしてあのおっさんも幽霊か何かじゃねえの？そんなわけあるか。お墓参りでしょ、こんな早朝から。ねえ、あのおじさんの下げてたビニール袋見た？どうしたんだよ。チョコレートか。チョコレートがいっぱい入ってた。それがどうしたんだよ。一人であんなに食べるのかなって思っただけよ。知らねえよ。墓に備えるんじゃねえのか。見ろよ、朝日が昇っちまったじゃねえか。早く帰るぞ。うわぁ、切ない。はい、知らない友達がいる家。チャオー RIKAGO さん、制作のゲーム無事クリアできました。ありがとうございます。うわぁ、クリアしてから見るとこの集合写真が切ない。マジか。うわ、全然わかんなかった。すごく考えられたストーリー。あ、連打しちゃった。ごめんなさい。あ、違うのか。クリックでどんどん進んでいくタイプだ。Thank you for playing. いや、こちらこそ、神ゲーだった。です。うわぁ、もうやだ、こういうの。やだ、そういうの、辛いから。最後までお付き合いいただきありがとうございました。いや、こちらこそ、やれてよかったな、このゲーム。うーわー、切ない。これは切ないよー。うわー、皆さんは想像できましたか？でも多分、要所要所にヒントみたいな縮りばめられてたんじゃないか？伏線みたいなの。うわー、クリアしてから考えると全部がなんか伏線のように思えてくるもん。こういうストーリーね、大好きなんだけど、切ないっす。
もう写真から消えるとかもうマジやめてよって感じ。うわいい笑顔で笑ってるわ。そうなのだから知らなかったのか。はい、無事クリアできましたね。知らない友達がいる家、知らなくないよ、知ってるよ。4コマとか新しい買ったですよね。あのさ、あの上の方に4コマ漫画追加されましたってあれが流れるたびにワクワクしながら、4コマ見るっていうのがすごい楽しかったです。いやシステムといい、ストーリーといい、もうドストライクでした。はい、もう点数つけるんだったら100点満点でしたね。もう勝手な点数をつけるとしたらですけど、うわー面白いな。でもこれはこれで終わるから美しいんだろうな。なんかみんなのストーリーみたいな見たいけどな。もう なんだったらもう続編ではちゃんと冬美ちゃんもいるストーリーみたいなもうすごいもう勝手に頭の中でいろんな想像ができるいいシナリオでした。はい、こんな感じでね、これからもフリーホラーゲームをやっていこうと思います。これだからねやめられないフリーホラーゲームは、こうやってね神ゲーと出会えるフリーホラーゲーム探索はやめられませんな。ぜひねみんなもね探してみてね、フリームっていうサイトとか他にもね検索すればいっぱい出てくるんで、本当に面白いゲームいっぱい眠ってるんで、ぜひみんなも発掘しよう。俺もちょっとねいろんなゲームできるようにこれからもやっていくんで、うん、自分でプレイするのが億劫な方は動画を見てくれると嬉しいと思います。チャンネル登録とかねしてくれたら更新がすぐにわかるのでおすすめでございます。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のホラーゲームで会いましょう。ではでは、じゃあの。